ライスオンミー、お腹じゃなくてなんだか心が空いた。白いご飯に何をのせるか、ここからはお楽しみ。ラララララライスオンミー。どうも、ダメダメおじさんにむろです。どうも、ホイップボーイです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ライスオンミーでございます。はい。今日はですね、ホイップ名言クイズをやってみようじゃないかなと思うんですけれども。来ましたね。久しぶりですね。本当。私、ホイップボーイがですね、名言を収集するのが趣味なんですよ。うん、で、あ、いい言葉だなって思ったら、すぐこう手帳にね、メモするようにしていて、はい、そういうのがね、あるのよ。はい、ホイップ名言手帳っていうのが。そうですね。その中から、抜粋して名言を紹介しようという回なんでございますが、はい、この一部を虫食いにしております。うん、例えば、少年よほにゃららを抱け、みたいな感じで、じゃあこのほにゃららに当てはまる言葉は何でしょうかというのを二村さんに当ててもらおうと。ね、リスナーさんにも一緒に考えてもらおう。一緒に考えてもらおうという、ね、面白クイズでございます、ね。昔こういう番組があったんですよね。違うよ。俺がオリジナルだよ。世界は言葉でできているっていうフジテレビの深夜番組なんかなかったよ。言っちゃったよ。全部言っちゃった。簡単に全部吐いちゃったよ。板尾さんとかが出ててすっごい面白い番組だったんだけど、あんまり跳ねずに終わっちゃったなんてことはなかったよ。俺はその番組の大ファンで、そのクイズフォーマットをまんまパクったことなんかないよ。嘘つけない男だよ。これぞ嘘つけない男。正直者でございました。はい、まあまあまあ、そういうことなんですけれどもね。うん、前身番組、便所のつぶやきでも何回か。そうですね。あったと思います。うんうん、なので、リスナーの皆さんも一緒に考えていただきたいと思います。はい、そうですね、ぜひね、全問正解だったよとか、うん、一問も当たんなかったですとか、コメントいただけたらなと思います。はい、うん、さあ、早速、第1問でございます。うん、はい、こちら。中国のことわざです。いきますよ。はい、木を植える最も良い時期は20年前だった。うん、次にベストなのは、ほにゃらら。さあ、ほにゃららに当てはまる言葉は何でしょうか。なるほど。もう一度言いましょう。はい、木を植える最も良い時期は20年前だった。うん、次にベストなのは、ほにゃらら。これちょっと簡単すぎるかもしれないな。でも20年前っていうのがなんかちょっとこうね、うん、独特な期間というか。そうかな。いいですか？はい。明日だ。ちょうど20年ぴったりだ。いやー、なんで明日にすんの？なんで？いや、もう捉えてるじゃん。違う？この名言の本質、もう二村さん捉えてんだからさ。うん。近いことは近いかなと思ったんだけど。いやいや、ちょっとこれ当ててよ。二村さん、ここでつまずいてちゃ終わりだよ。明日じゃないの？いやいや、もう、だからさ、この名言の言いたいことはさ、分かってるでしょ？だから、20年前だったわけよね。前回は。前回のチャンスは。そうだね。次のチャンスはいつなんだい？近いわけよ。今？正解今なんだ。そうですね。だからさ、すごいケアレスミス。だし、ちょっと自分の性格が出た。明日に回してた。今日じゃなく、今じゃなく明日にしようっていう。そこが出たね。いや、しょっぺーわー。なるほど。今であると。もう羽だけ足りないみたいな感じで言うところの。いや、跳ねてくれたら丸にできるのねみたいな。恥ずかしい。なるほど。改めて言いましょう。木を植える最も良い時期は20年前だった。次にベストなのは今日。なるほどね。これいい言葉じゃないですか、中国のことわざ。いいですね。確かに有用な木、20年前に植えてれば、うん、今木を伐採して使えたわけですよ。だから、20年前に植えておけばよかったという後悔ももちろん正しいのだが、今日植え始めるっていうのも2番目にベストな選択なんだよっていう。なるほどね。そうかそうか。いい言葉だね。いい言葉じゃないですか。大人がさ、何か新しいこと始めようとするときにさ、二村さんも僕も、今から始めてもなーって、みんなさ、思うじゃん。そうだね。新しいことやろうとするときに、いや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 、確かに、10年前から20年前からそれやってればよかったなって思うけど、今日から始めるのも、めちゃめちゃいい選択肢だよっていうことを言ってくれてんのよ。はいはいはい。後悔だけで終わるわけじゃなくて、そう。ちゃんとそこね、それを思い立って今からやろうと。これちなみにさ、こぼれ話だけど、この間ね、読んだ本の中でさ、面白い一節があったんですよ。ウォルト・ディズニーっているじゃないですか。アニメの神様ですよね。あのウォルト・ディズニーが1920年代に、よし、俺これからアニメやっていくぞっつって会社立ち上げるわけですよ。アニメ会社をね。その時にでも、当初は全然うまくいかなかったの。ウォルト・ディズニーが日記書いてんですよね、その時に。その時に書いてた内容っていうのが、僕はアニメ界に参入するのが遅すぎたと。もうアニメ界は成熟しきっていて、僕が入る隙間なんかどこにもない、どうしようって1920年代にウォルト・ディズニーが言ってんですよ。いや、お前がアニメの元祖みたいなもんだろって今の俺らからすると思うけど、いつだって誰だって新しく何か始めようとするとき、うわぁ、遅えって思うんだよね。確かにな。でもちゃんとそこで、次は今だと、ウォルト・ディズニーもなったから、今があるというね。そういうことでございます。これが1個目の名言でございました。どうですか、皆さん。いいのよ、これ。で、またね、これちょっと穴開きを自分で考えるから、なんだろう、思い巡らせるじゃないですか。よりね、入ってくる。言葉が。ぐっとくるよ。いいよね。これね、勇気が出るよね。この言葉ね。続いての名言。これはね、名言というか、英語のアメリカのネイティブの人がよく使うフレーズ、言い回しなんですよ。でも、このね、言葉を知った時に、うわ、わかる、それそれってなったんですよ。だから、なんか、覚えておきたい言い回し、フレーズ、心構えみたいな話なんですけれども。これ今でも使われる言葉なんですか？今でも使われる。例えばさ、なんかこう、いろいろアドバイスを周りからされたり、口出ししてくる人とかっているじゃないですか。二村君、こうやった方がいいよ。ああいうのはダメだよ。とか、ごちゃ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 横から雑音入れてくることってあるでしょ。干渉してきたりだとか。ちょっとおせっかいなっていうね。そういう時に、この英語のフレーズが存在するんですよ。まあそれをバンとこう言えばいいと。意訳すると、余計なお世話ですっていう意味になるんですけれども。いきますよ。Mind your own ほにゃらら。これを言い返すと、かなり強い意味になります。いや、でもそれ、中に入るのは英語でしょ？英語、英語。うわ、それ難しいな。マインド？ユア、オウン、ホニャララ。マインド、ユア、オン、なんとかっていうと、余計なお世話だよ。そう。っていうことなんだ。干渉しないでくれっていう、意訳になります。意味になります。マインド、ユア、オン。いいです。はい。ヘルパー。どういう意味になるの？お世話とかっていうのを英語で言うと、かなって。あんまり考えてないね。あ、そうか、だから、そうか、直訳じゃないからか。そうそう、直訳すると別の言葉になるんだけど。マインドユアオン。マインドユアオン。マイン？なんかの歌詞みたいな。マインドユアオンマイン。違います。マインドユアオン、難しいよ、これ。まあ、本当にさ、もうごちゃごちゃアドバイスしてくるやついるじゃん、うん、口出ししてくるやつ、うるせえよって思うじゃん。はいはい。あ、てめえはてめえのことやってるわって心の中で思うじゃん。はいはい。それを表してる言葉なんですよ。うん。Mind your own speaking。違います。正解いきましょう。いや、ちょっとこれ俺の問題の出し方も悪かったかもしれない。これはね、でも英語が分かってると分かんのかね。まあ、多分、海外留学経験とかある人だと、スッと分かるでしょ。なるほど。はい。Mind your own business。はぁ。直訳すると、自分の仕事気にしたらっていう。なるほどね。意味ですよね。はいはいはい。あなたの仕事をやるべきことを気にした方がいいんじゃないっていう、結構強い言い返しですね。これを Mind Your Own Business。訳すると、関係ねえだろ。うるせえな。干渉していくんじゃねえっていう。込むなと。ああ、いい言葉がアメリカにはあるなーって思う。いいね。使ってみたくなるね。Mind Your Own Business。そう。で、これをさ、心の中に秘めているだけで、やんややんや周りから入れた時の心の防御力ちょっと上がるよね。ああ、なるほどね。そうでもない？いやいやいや、わかるよ。だからなんか言われる経験ってのは全然あるから、うん、その時にこのマインドユアオンビジネスって言葉をね、うん、思いつけば。まあ、口にするかどうかは別としてね。なんか、いかにもでもアメリカらしいというかさ、やっぱ個人主義で人には干渉せず、自分のやるべきことをやるっていう国民性がよく表れてるよね。それいい言葉だわ。いい言葉だわと思って、これ覚えようと思いました。そうだね。これはだから慣用句なんだね、正確に言えばね。そういうことでしょうね。でもまあまあ、いいですよ。心に留めとく言葉として、いいじゃないですか。Mind your own business。さあ、続いて第3問目いきましょう。第3問目。こちらはですね、落語家の立川談志師匠の言葉でございます。いきます。ほにゃららで嫌な思いをするのが仕事の主だ。という言葉を残されております。仕事の主。ほにゃららで嫌な思いをするのが仕事の主だ。ちょっとこれはいいですか、はい、当てにいっちゃって、今もう僕、談志師匠になりきってね、同じような腕の組み方してるんですけど。いやいや、そしたら聞いてる人伝わんないから。わかるよ。ちょっと頬に手当ててね。やってるんですよ。いいですか？お前ら、ここに来るべきじゃないよ。やりたくなっちゃって。鉄腕の友よ。お前ら、ここに来るべきじゃないよ。攻めてんだよ。いいですか？当てて。はい。やりたいこと。やりたいことで嫌な思いをするのが仕事の主だ。ほう、深そうで全然深くない。なんだそれは。いや、なんか仕事においても、自分がやってて楽しいことってあるじゃないですか。だからそれって実はすごい、なんつうの、楽しいことと、仕事してて、これやりたくないなってことってあるじゃない。同じ一つの仕事でも。でもその、やりたいことで。長い。長いとかあるんですよ。いや、でも。この回答の時間に。でも、いくら説明しても間違いは間違いだから。確かにね。そうです。何々で嫌な思いをすることでしょ？何々で嫌な思いをするのが仕事の主だ。仕事の主だもんね。いや、実にシンプルではありますし、でも、あ、この人がこれを言うんだっていう驚きはあるかな。だから、談志にはあまり似合わないというか、イメージできない。そうですね。世間的にはね。礼儀？挨拶。挨拶で嫌な思いをするのが仕事の主だ。違うね。頭を下げる。頭を下げるで嫌な思いをするのが仕事の主だ。違うね。頼み事。頼み事で嫌な思いをするのが仕事の主だ。違うねー。二村さん、当てずっぽ式やめてくれる？今回難しいね。とりあえず数打とうみたいな戦略、ちょっとよろしくないな。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。当てたくて。どうしても当てたいっていう願望が強くなっちゃって。はあ、難しいな。いや、本当に単純。すごい普遍的だし、うむってみんな思う。とっぴな意見じゃないんですよ。めちゃくちゃ地に足ついた言葉で、答えを聞いたらもう全然そんな、ああ、そんなっていうんじゃなくて、うん、なんか僕でも出てくるような言葉だったりするってことよね。そういうことでございます。うんうん。へえ。〇〇で嫌な思いをするのが、仕事の主だ。うん。練習で嫌な思いをするのが仕事の主だ。うん、ブー。はいはい最後。はいはいはい。準備。ブー。いや、当てずっぽ式になってるじゃん。正解いきましょう。はい、正解は、うん、人間関係で嫌な思いをするのが仕事の主だ。はあ。by 立川談志と。これは、確かに談志師匠から出てくる、もう言葉じゃないね。ねえ。うん。要はもう天才落語家であり続けた人ではありますけれども、ね、一方で、ね、こう世間的なイメージではわがまま、自分勝手、天才ゆえの自己中と思われがちじゃないですか。だからこの人が言う人間関係で嫌な思いをするのが仕事の主だっていうのが、実にこう面白く聞こえるというか。そうだね。そう。自分の好きなように生きてると思われがちな人ですけれども、実は全然そんなことではなくてっていう、大切にしているのはそういう部分だったという。へー。まあ意外な一面といえば意外な一面ではありますが。談志師匠でさえも、やっぱそこにはね、苦慮してたというね。例えばね、こう寄席の舞台をね、行かなかったりだとか、いろいろありますし、けどそういうエピソードは。実は言うと、めちゃめちゃ人間関係とかっていうのを大事にしていて、それだからおまんま食わせていただいてるっていう意識があったんですよね。なるほどね。全然自由にやっていいわけじゃねえんだぞっていうこと。これもまたね、余談ではありますけれどもね、談志師匠が、昔の本でね、語ってらっしゃったのがね、よいしょもできないで何が芸人かっていうこと書いてるんですよ。なるほど。これもさ、意外じゃない？そうだね。こびない風に見えるじゃん。そうだね。天才なんだから。だし、ね、分かってない奴らばっかりだからね、みたいな感じで。ちょっとね、おっかないイメージですけれども、いや、全然そんなことなくて、芸人だったらよいしょぐらいできて当たり前だし、やるべきだっていうことを書いてるんですよ。それは、相手が何を言ってほしいかっていうのを察する能力であったり、空気の読み方であったり、ツボの探り方っていうのが、芸人としては必要な技術であるし、シンプルに目の前の人を気持ちよくしてあげたいっていうサービス精神とか優しさがないとダメだよっていう話なんですよ。それができずして笑いなんぞ取れるかと。そう。やっぱり、よいしょするにも、いいやつであらなければいけないし、会話にも長けていないといけないよっていう、それは芸人に必要な能力なんだよ。よいしょぐらい当たり前にやってみせろっていうのが実は談志師匠なんですよ。かっこいいね。だから実はプライベートでも気遣いの人だっていうのが、この2つのエピソードからわかるよね。なるほどね。そりゃそうだわ。立川だし、人間関係で嫌な思いをするのが仕事の主だという。なるほど。いうことでございました。RIP。RIP 談志師匠。どういうことですか？え、わかんない。僕はあんまわかんないんですけど、安らかに眠れっていう。あ、そういうことをあなたが言うのやめてもらいます。なんでだよ。何かと RIP って出てくる。出てくる。言われたらわかるけど、あなたがそういうの使わないで。あ、そう。普通にちゃんとやって。RIP じゃないで。申し訳ない。いや、でもいいじゃないですか。はい。今回これで3つ。皆さんね、何も正解したでしょうか。ねえ。できた人いるのかな、これ。いや、これできた人いたらね、東大卒ですね。そんなレベル高かった。レベルで言うとね。難易度は高かったとは思いますけど、東大とかっていう話なんですか？東大レベルです。そうみたいですよ。1問も正解できなかった人は、小卒です。すっごい格差なんです。反省して。本当についていきたくないですね、この人は。ということで皆さんいかがだったでしょうか。以上、ライスオンミーでございました。ありがとうございました。ここからはお楽しみ。ラララ